気になる車を詳細検証するオーナーズアイ。今回は2018年3月に日本での販売が開始されたフォルクスワーゲンポロです。ポロはドイツフォルクスワーゲンのコンパクトカーで、このモデルで6代目を数えます。先代に比べて前長と前幅が65ミリサイズアップし、3ナンバーボディとなっています。グレードは TSI ハイライン、1リッター直列3気筒 DOHC ターボガソリンエンジンに、乾式の7速 DSG トランスミッションを組み合わせた2モデルです。車両本体価格は265万円。ボディカラーはエナジェティックオレンジメタリック。それでは、ポロを見てみましょう。走行中にブレーキを冷やせるよう、ゴルフと同様にアンダーカバーなどの形状に工夫がされています。スピードレンジが日本より高いドイツならではの装備ですが、安心につながると思います。インスト上部にソフトパッドを使い、クロームパーツを多用した内装は、以前のモデルよりも高級感があります。小さめのリアクォーターガラスが後方視界を若干悪くしています。リモコンキーのボタンを押すと、エマージェンシーキーが出てきます。それではシフトレバー周りから見てみましょう。ギアをバックに入れるとバックカメラからの映像がモニターに映し出されます。レバーを左に倒すとマニュアルモードに切り替わります。奥がシフトアップ、手前がシフトダウンです。パドルでもシフトチェンジできます。アイドリングストップのオフ。駐車支援システムの起動。パーキングソナーのオフ。サイドブレーキはレバー方式です。ドアパッドはプラスチック製です。ドアのロックとアンロック。ダイヤルを L の位置にすれば、リバース連動機能になります。ドアミラーの角度調整。ダイヤルを右下にするとミラーヒーター。左下にすると
電動格納。パワーウィンドウは全席オート機能付きです。パワーウィンドウのロック、スピーカー、ボトルホルダー付きのドアポケット、 A ピラーにもスピーカーが付きます。ヘッドライトスイッチ、引っ張るとフロントフォグ、さらに引っ張るとリアフォグ、エンジンフードの解除レバー、ロックが2個ついています。ステアリングのスイッチを見てみましょう。表示メニューの選択、燃費や走行距離などの走行データやナビやオーディオなどの情報をメーター上で確認、設定できます。オーディオの選曲、登録した画面の表示、音声対話システム、話してください、ナビゲーション、ナビゲーション、次はどうしますか、自宅へ帰る、自宅住所へのルート案内を開始します。アダプティブクルーズコントロールのメインスイッチ、1キロごとの車速設定、スピードリミッターの速度設定、クルーズコントロールの速度設定、10キロごとの車速設定、車間距離の設定、オーディオのボリューム調整、ウィンカー、
ワイパー、リアワイパーもあります。ステアリングブーツ左下のレバーを起こして、ステアリングを上下、前後に調整できます。オプションのナビ。スマートフォンのように画面上を軽くタッチして操作できます。ラジオの選曲。右側のダイヤルでも選曲できます。ボリューム調整。ソース切り替え。電話、音声対話システム、APP コネクトはスマートフォンのアプリを画面上で操作できます。カーを押せば燃費や車両情報など様々な確認、設定ができます。メニュー、ハザード、エアコン、運転席側の温度調節、シンクを押せば左右同時に温度調節できます。内気循環と外気導入、吹き出し口の切り替え、フロントデフロスター、フロントデフロスターの最大、リアデフロスター、エアコンのオート、風量調節、ゼロにすると空調がオフになります。小物を入れられる収納、中に USB ポートが2個、アクセサリーソケット、カップホルダーが2個と小物を置けるトレイ。コンソールボックスは小さめです。アシストグリップはありません。サンバイザーには照明付きの鏡とカードホルダーがあります。サングラスなどを入れられる収納。頭上スペースに余裕はありませんが、圧迫感は感じません。
足元スペースにも窮屈さはありません。本などを入れられるシートバックポケット。後部座席にもアシストグリップはありません。フックはあります。ドアパッドはプラスチック製です。窓を7割程度開けられます。スピーカーとドアポケット。給油口はボディの右側にあります。廃油仕様でタンク容量は40リッターです。荷物を固定するフックが右側に2個、左側にも2個ついています。カバーを上げるとパンク修理キットと車載工具が見えます。車載ジャッキ。バックドアの裏側に三角表示板を格納できます。アイソフィックスのチャイルドシートを装着可能です。助手席のサンバイザーにも照明付きの鏡があります。車検証などを入れられるグローブボックス。ETC の車載機がビルトインされています。ディスク挿入口とメモリーカードホルダー。扉の裏側にカードホルダーとコインホルダースピーカーとボトルホルダー付きのドアポケット。今回、フォルクスワーゲンポロを見てきましたが、C セグメントのベンチマークと呼ばれているフォルクスワーゲンゴルフの魅力をそのままに、ボディサイズのみ一回り小さくした車といった印象を受けました。ゴルフ張りの質感の高い内外装、充実した安全装備に機能装備など満足度の高い車だと思います。
長時間お付き合いいただきありがとうございました。今回はここまで。次回のオーナーズアイでお会いしましょう。